あ思い出とかかありますかそうそうバレンタインズでの思い出まあ今の話はねもう何もないんですよね、うん、誰もあの、うん、もちろんのり子さんも僕も、まあ、バレンタインは何もないんですけど、うんうん、昔,昔はあったでしょ昔はもちろんあげてあげてましたよってにあげてた最初何歳ですか何歳の時えっとね私ね中学校中学生の時ですね遅いよね遅かった<う>えっとね中1だったと思います うん、ん覚えてるあ歳あ本とにそっかそん時はなんかねお父さんにあげてた気がするけどまあその本当に好きだいいうん好きな人には多分中1でもこれまあ昔の時代ね私が本当に小学校の時代だからおめごめんなさい昭和の時代ですよ。で 私の学校はすごく厳しかったんですね。だからチョコレートなんかもちろんさ、学校に持ってきちゃいけないし、はいはい、だから隠,隠れて、隠して、<ー>カバンの中に。悪,悪ですね、悪,悪。そうそうそう。<悪>まあ、ね、みんなそうしてたけど、でもそんな時に張り切る先生がいたわけですよ。もうぜひ見つけて、没収してね、あ,<ー>あの、取る、ね。チョコレートなんか持ってくるな、みたいな。 だからもう先生とのこう隠れ合い,い隠れ合いじゃない隠し合いなんですか。いうん。いやな。本当先生もいるもんですね。多分嫉妬ですよ。ジェラス。俺にこれ。そうそうそう。そうもう絶対ねその前の日とか一週間前からその持ってくるなよお前らチョコレートみたいな感じで見つけたら没収しますみたいなね。いやな先生ですね。そうそう。それでもやっぱりねも持ってくるんですよやっぱりね好きな人に告白したいから。 そそうう告白してたです告白告白というのはもちろん私はあのそう私は悪いことをしましたとかじゃなくて今コーヒーのネタが吹き出しそうになった私は実は悪いことをさん私がやりましたそう私がやりました殺しのまあそっちじゃなくてそうじゃなくて私はあなたのことが好きです好きです日本語ではそれを告白 ね、コン、コンフェッションと言います。いや、すごいですよね、コンフェッション。昔う,うまくいかなかった。あのね、まあで、でやっぱ恥ずかしいんだよね、多分ね、男の子も今思えばね。まあ、多分、反応がなかったな、開けたけど。まあ、なんだよ、だ相手が悪かったんじゃない <laughs> そっか、そっか、え、じゃ、てっぺいさんは、なんて言ってる、もらったでしょもちろん。 僕は結構チョコレートを持ててた。いやでも実はねいやいやこれね実は僕にはちょっとあのまあちょっとあのレピテーションがあってですね。どういうこといや僕はんか気になる。いや本当に結構チョコレートを毎年毎年たくさんもらってたんですね。で僕の時はねいやいや僕の時はですね実はあの男男子の中でね誰が一番チョコレートを そんうそうそうそれでやっぱりたくさんもらうとまあんか自慢みたいなねまず家でその家じゃない学校でそのコンペティションがあって誰が一番チョコレートもらったかそしてやっぱ家に帰ると僕はお父さんとのコンペティションもあるんですよ。僕が僕その学校からチョコレートをいつくりつくりとかそしてお父さんが会社からチョコレートをいつくつくりとた イイエーイみたいなあーとか毎年毎年。そっかそ面白いね、うんうん、とそれでねまあ僕はもちろんまだ10歳11歳12歳13歳14歳15歳ぐらいまでかな自分でいわゆるお返しですよお返し。お返しというのは、はい、日本では月あ違う2月14日のバレンタインズデーにチョコレート女の子、うん 男の子にあげてで3月14日ですね3月14日に男の子が女の子にまああのまあお返しそのありがとうございましたギフトをあげましねそれは大体あのまあ僕のお返しはお母さんが僕のお母さんが買ってたんですけどああなるほどね。うん、僕のお母さんはちょっと あのまあそういうところがあるんですそのなんかあのもらったものよりもう少しいいものをあげるいやこれでもあるある私の母も同じですよなんでチョコレートうそういう考えにねそうちょっと例えばチョコレートを女の子がくれたらうん、うん、まあまあ例えばハンカチをあげたりとかんか ねちょっとかわいい小さいバッグをあげたりとかあるあるうそうするとですねああそれそういう話がそういうルーモアがそういう噂が女の子のあそういうことかはい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 「うん、てっちゃん」「てっちゃん」って呼ばれてたのの ところの、お返しはすごい、いいねみたいな感じになって。え、お返し狙い。そう。てっちゃんに、チョコレートあげると。なんか、小さい、カバンがもらえる、うん。そう、いいものが返ってくると。そう。そしてなるほど。まあ僕は、うん、あのー、まあ。 あのチョコレートをたくさんもらうことになるんですけどなるほど何 <laughs> て,ていうのそういかっこいい、ね、面白い,面白い <laughs> <laughs> 実はまあそれを言ってしまうとね、うんうんうん、<laughs> でもねそれはね <laughs> 実はギリチョコの女の子たちですよギリチョコギリチョコそうそう,そう、はい、本命じゃない、ね、ギリチョコじゃない、うん、本命チョコの女の子はそんなことは全然考えないですからね きり、はい、チョコというのはなんかあの <laughs> いわゆるオブリゲーションチョコレートというやつでなるほどねあのな,んかなんとなくあげる、うん、なんとあげた方がいいみたいな感じですよねんかクラスメートだからあげるみたいなのがきり <laughs> チョコね、うんうんうん、で本名中にはもちろん本名も本名というのは本当に「てっちゃんのことが好き」ねそう「好きそ<う>付き合いたい」とかね「告白したい」「結婚したい」

なぜかというと僕はある女の子に「てっちゃん好きです」って言って告白されましたそしてその手紙レターですね手紙てお手紙なっていやあるあるその時代手紙ですよねでも10歳ですか10歳小学校4年生10歳に早いなやっぱり好きですすごい付き合ってください好きです付き合ってくださいあの でなんかね僕たち、まあ、10歳ぐらいの時ってなんかあのドラマとかもたくさん見てたから、うん、テレビドラマね、うんはいろいろ「結婚を前提に付き合ってください」っていう言葉が結構その頃覚えてて「結婚を前提に付き合ってください」っていうのはあれですよね「つきあっていつかは結婚しましょう」付き合ってさんそうね。 でなんかそういうふうに僕は感じてしまって「付き合ってくださいてっちゃん」みたいな「えこれは本当にあのゆっこちゃんとあの結婚しないとダメなのかな」とか思って「わ、ま、い、あ、<laughs> ちゃんにしておきましたわいちゃんと」うんうん「わ <laughs> いちゃんと結婚した方がいいのかな」とか思ってそっか子供ながらにね、えー、ちょっと真剣に考えちゃうねえって。<laughs> やっぱり自分の名字、ねうん、ファミリーネームとその Y ちゃんの名前をつけて、うん、ああファミリーネームこうなるのかとか、うん、<laughs> 僕のね僕の家族の名前と Y ちゃんの名前が、うん、コンビネーションはどうかなとかいや実はねそれはあの僕は全然付き合いたいとかあのその子が好きじゃなかったです、うん、他に好きな子がいましたて S ちゃんが好きだったんですけどはい、はい、でもあのー まあワイちゃんはちょっとこうまあいろいろ考えますよねでいろいろ考えるんですよワイちゃんの家はあの農家かなじゃあ僕もあの農業をやって面白いな田んぼ耕してそうそういろいろ考えますよねそういうことねはい子供ながら面白いでも断りました断りましたはいはい。 ワイちゃんに断りました。あのありがとう。好きになってくれてありがとう。おお。でもあの僕には他に好きな他に好きな子がいます。がいるんだってね。ああ可愛いですね。他に好きな子がいるけんごめんね。ああそんな感じなんだ。いるけんごめんねと言って。うんいいいいいい感じ。好きな子はエスちゃんなんですけど。うん。エスちゃんからもらった。 エスちゃん家は駄菓子屋で、エスちゃん家、駄菓子屋なんですけど、いやもうその何年か後に辞めたんですけど、駄菓子屋さんだったんです。駄菓子屋というのはなんか、あの、なんか、小さいお菓子をね、いっぱい売ってるんですよ。多分自分家の駄菓子を一つ持ってきたんですよね、僕に。い嬉しいけどもちろん。 え、ということは両思いってこといやいや、それはちょっとギリっぽかったですねあ<ー>、<S S ギリっぽかったエス、はい、ちゃんはギリっぽかったあっかだからもちろん僕はあの小学生の10歳の時はそんな <laughs> まあ結婚しなくて済みましたけどあよかったよかった結婚全体にでも面白いねなんかそうそうかわいい思い出だそう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 、うん、だけどやっぱり 12歳、13歳、14歳、あ、12歳はないか、まあ、中学生ですよね。13歳、14歳、15歳ぐらいですね、中本当にちょっとあれですよね。うん、もう、なんか、あの自分たちの頭の中ではとてもとてもロマンティックですよね。そうですね。はいはい。もちろん、もちろん。周りから見るとね、大人から見ると、なんか、うん、ティンネージャーの。 そうそうそう若いねみたいなねだけど真剣ですよもちろんもちろんもちろん彼女を守ってみせる世界が終わったとしても彼女だけは守るみたいなあいいそうそうそうもし今地震が来たら今すぐ彼女のとこに走って守るぞと守るんだそれぐらいかっこいいかっこいいそうもうあの筋トレを始めるのもその頃ですよねあの子を守るために。

あのそのねあの中1だったと思う中、うん、返事もなんかダメな相手を選んでしまったのかなんか返事もくれなかったしお返しもくれなかったからまあまあ自然にダメだったってことでしょうね悲、うんあのー、しい悲しい結果でしたでも先生にはチョコレート取られなかったあの中学校ぐらいの時って、うん、大体あの 部活動で選びますよね。好きな人っていうの。<ー>なんか。例えば、サッカー。部とか,懐かしそうそうそう。わかるわかる。ね野球部とか。紀子、うん、さんが好きになった子は何部だった。剣道部。おお、僕は剣道部ですよ。子さんおお、そっかそっかお。剣道部の子だったな。剣道部を好きな女の子はちょっと変な、うんうん。えちょっと待って、待って。どういうことですか。<laughs> か剣道部。うん、いや、剣道って。かっこよくない。 うん、いやいやけ剣道かっこいいという人は結構少なかったですやっぱりあ,あ本当にじゃあかそう剣道ってやっぱちょっと大人っぽいんですよ <laughs> あのなんか大人になるとかっこいいなって思うんですけど子供の時に若い女の子が、うんうん、剣道とかかっこいいとかなかったそうか珍しかったのかな確かにね確かにサッカー部は人気があったねやっぱりん、うん、中学校の時にサッカー部でやっぱりなんか、うん モテてた男の子多かったと思います。だってね、あのサッカーしてる、なんかイメージだけじゃないの？違う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 。あの、ね、<laughs> ちょっと想像してください。うんうん、はいはい。いや僕は女の子の気持ちすごいわかるから、あの例えばね、はい。あのサッカーをしてるグラウンドでしょ？うん、に行って、はい、まあ好きなまあまあいつもかっこいいなと思う男の子が、まあ女の子でもいいんですけど、そのどっちでもサッカーしますからね。うんうんうん でなんかまあ走っててボールを追いかけてて「こっちだよこっちこっち」とか言ってボールを蹴って、うん、なんかすごい嬉しそうな顔して「やったー!」みたいなのでなんか見ててかっこいいじゃないですか。うん、でね,ね、うん、じゃ剣道部見に行ってください。<laughs> まんまんあのね 顔が見えないんですよ。誰が誰だかわからないですね。確かにね。何で私はそんなこと否定されたら私なんでそんな人好きだったんだろう。いやいや、剣道部ってね、本当にね、剣道を見に行って顔が見えない。顔が見えない、本当に。顔が見えない。誰が誰だかよくわからない。いや。

しかもねあの剣道そうあの道場ですよねその剣道をしている場所が結構なんか入りにくいんですよね周りの人には。入りにくいそうそうそう。そうなんか結構結構シリアスな場所ですよね。だからなんかそう例えばサッ,カーサッカーをね見に行くじゃないですか。女の子がね「キャーとか言って。でも別,に別に問題はないんですけど 剣道見に行ったら多分先生が多分怒るんですよね。そうそうそうやっぱね道場ねそう道場はちょっとなんか遊ぶとこじゃないキャーというとこ。んかありましたねそういう時誰を見に来てたかわからないけど女の子たちがねちょっと来た時が何回かありましたよ僕たちの剣道部の外にそしたら先生がちょっとなんか言ってた。そそそそうううななんんんか感じ僕たちはだよ みたいな。<laughs> はいはいはい。ね。ね<え>。どうですか?ううん。いやいや、わかる。やっぱサッカー部の子が人気があるのはわかる。わかります。なんかショートパンツ履いてね。はい、サッカーの男の子たちはショートパンツ履いて。やってるでしょ剣道部の僕たちはロングスカートですよ。ロングスカート履いてやってますから。<laughs> 確かにね。ねあれ、<い>本当。スカートじゃないんですけどね。<laughs> のスカートみたいに見えるよね。スカートみたい実は分かれてるんですけどスカートみたいに見えて暑いでしょ暑い時はねロングスカートをねバサ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 ってやってね本当に女の子みたいにね暑いからバサバサバサってやってね足を出してですよ。そそそうううしかかもまだだ歳とと まあ、なんか足,足に毛も生えてないんですよね、僕たちには。だからなんか本当に女の子みたいな感じで。<laughs> なるほどな。可愛い,いって感じでした。うん、本当ですよ。懐かしいね。中学生の時はね、やっぱり。<え>本当に懐かしチョコレート。チョコレート、はい。バレンタインスデー。うん